今夜は24時以降も配信できますね。そうですね、年越し配信します。え、今日さ、大晦日感全然ないんですけど、私今日大晦日なんですよね。そうだよね、大晦日って紅白とかあるもんね。めっちゃなんか大晦日って感じしない？年越し配信はどのぐらいやろうかな。30分くらい、短い、45分くらい、どのぐらいやろう。明日の練習これからする。明日もこういうの無理して長くやらなくても。そうだよね、私明日公演何時入りなんだろう。そうだね、11時半ぐらいから45分ぐらいでいっか。12時15分ぐらいまでにしようかな。1時間。まだ連絡来てない。明日の集合時間聞いてみよう。明日2時半からとかじゃないかったですか。2時半開演。じゃあみんなで明日の入り時間を予想しようの回。2時半開演だから、私の予想は10時半。あ、11時半。いや、12時半はリハまだ一回もしてないから、多分ね、12時半はギリギリ。会場がそもそも1時とかですよね。劇場開くのが、お客さんが入るのが、ん、会場1時、ロビーにお客さん入るの1時半。いやー、下手したら9時とかかな。書き初めもあるから8時、ありえそう。9時か10時半ぐらいありえるね。みんないい線いってますね。書き初めそうだよね、事前に書いてるもんね。書き初め何書こう、何がいいと思いますか。いや、自分の中ではこれを書こうかなっていうのはあるんですけど、でもまあ言っ
言わない方がいいね。候補はね、今一つしかないです。満車感謝やばい。それな。満車感謝。満車大好き。満車大好き。まだ決まってないらしいです、明日の入れ時間。ちょっと明日ですよ。明日、明日。え？って置くとこ。いや、これで7時とか8時とか言われたらどうしよう。あ、そっか、これから大晦日公演もあるのか。カウントダウン TV の前に大晦日公演ってこと？忙しいな、めっちゃ多忙じゃん。そうだよね、忙しいね、みんな。お腹すいたな。スタッフさんは1月3日まで仕事納めないまま進行中。大変やな。明日のお雑煮は餅何個食べる予定？お雑煮食べる。私お雑煮いつも1個でお腹いっぱいになっちゃう。みっこちゃんの年玉下ろしてきた？下ろしてない。てかみっこ来るのかな、家。来たらあげなきゃ。来なかったらお年玉いらないのかなって。
る。やだよ、絶対直樹に使われるやん。花火チャレンジからもらってない人受け取っておくんだよ。花火チャレン、花火チャレンジってなんか、あ、花火をチャレンジからってことね。ペイペイで送ったのも直樹に使われるので、絶対ペイペイでは送りません。送りません。